今日は最高気温23度と今年一番の暖かさとなりました。南陽市の総称公園では2本のしだれ桜が満開を迎えました。南陽市宮内の総称公園の桜は奥多摩桜回廊の名所の一つとして毎年多くの花見客でにぎわいます。中でも樹齢150年以上といわれる2本のしだれ桜の巨木は圧巻です。こちらは朝陽桜です。公園の遊歩道脇の芝生に立ち、高さ12メートル、幹の周りは 3.1 メートルで、市の天然記念物に指定されています。公園の高台から市内を眺められる桜ということで、朝陽桜と名付けられました。一方、こちらは景海桜です。公園の階段脇に立つ高さ11メートル、幹の周りが 4.4 メートルで、同じく市の天然記念物に指定されています。総称公園のある山は古くから景海山と呼ばれ、宮内地区のシンボルの桜として景海桜と名付けられました。2本のしだれ桜は去年より10日ほど早く開花し、今が満開となっています。南陽市観光協会によりますと、見ごろは今週いっぱいということです。一方、高畠町でも、まほろばの緑道や阿久津八幡神社周辺で桜が満開となり、多くの人でにぎわっています。まほろばの緑道は、昭和49年に廃線となった旧高畠鉄道の線路跡を整備した全長およそ6キロの並木道です。周辺にはソメイヨシノや山桜などおよそ700本が植えられ、桜のトンネルとして町の観光名所となっています。今月3日の開花から一気に花開き、今が満開となっています。訪れた人たちは桜のトンネルの中で春風に揺られる桜を足を止めて眺めたり、残雪とのコラボレーションを楽しんでいました。まほろばの緑道では今週いっぱい午後5時から午後9時までライトアップも行われ、夜桜も楽しむことができます。また阿久津八幡神社の桜も満開を迎えています。阿久津八幡神社は桜と菜の花の色鮮やかなコントラストが人気の桜の名所で、朝から多くの人たちが訪れました。三重の塔の周辺では淡いピンクの桜が満開となり、訪れた人たちは町のシンボルと桜が織りなす景色を写真に収めながら楽しんでいました。高畠町観光協会によりますと、まほろばの緑道と周辺の桜は今週いっぱい楽しめるということです。米沢市の三友堂看護専門学校で今日入学式が行われ、新入生28人が看護師を目指し新たなスタートを切りました。第42期生となる今年度の入学生は男子4人、女子24人の合わせて28人で、このうち24人が沖多摩地域出身です。入学式は新型コロナの感染対策が緩和されたことを受け、3年ぶりに保護者が出席して行われました。式では初めに新入生一人一人の名前が読み上げられた後、西名盛幸学校長が入学を許可しました。続いて西名学校長が、最も大切なものは信頼関係です。日々の学校生活の中で豊かな人間愛と看護への責任感を育んでくださいと式辞を述べました。また新入生を代表して河井ゆりかさんが力強く誓いの言葉を述べました。また
患者さんやそのご家族の方の不安を少しでも軽減させることができるよう、しっかり向き合い、話を聞き、信頼していただけるような看護師になりたいと考えています。これからは先生方、そして職員の皆様にはご指導をいただきながら、立派な看護師を目指して日々努力していくことを新入生28名一同、ここに誓います。新入生たちはこれから3年間、座学や実習を通して看護についての専門的な知識と技術を学ぶことになっています。続いてはミニ企画。今日はファンファン沖玉です。米沢市で活動するクラリネットの合奏集団、極楽浄土の皆さんをご紹介します。今回は米沢市で活動するクラリネットの合奏集団、極楽浄土の皆さんをご紹介します。この団体は米沢市の音楽サークル、米沢吹奏楽愛好会の OB たちが集まり、4年前に発足しました。現在は市内外から10人の会員が所属していて、毎週土曜日に沖玉総合文化センターで練習をしています。代表の丸山義彦さんにお話をお聞きしました。私たちが作り出す演奏から、伝わる雰囲気がこうあたかも極楽浄土の世界にいるような平穏で安らぎを得られるような音楽作りを目標にしていきたいということから、極楽浄土という名前を付けました。常々の練習時には自分たちで練習しておりますけれども、今日練習を見てくださっている金沢君というのが、彼ももともと愛好会でクラリネットを吹いていたメンバーなので、その方に聞いてもらって、いいところ悪いところを指摘してもらって直していくというような練習をしています。そんなに無理しない程度に練習をして楽しみませんかっていうのが、発足した時の気持ち の一番大事なところかなというふうに思っています。この日は今月23日に開く第2回クラリネットアンサンブル演奏会に向けた練習が行われました。この演奏会は自分たちの練習の成果を聞いてもらおうと、去年白鷹町で初めて開催しました。今年は米沢の人たちにも聞いてもらおうと、天国の森沖玉文化ホールを会場に開き、バッハの曲やドラマのオープニングテーマなど8曲を演奏することになっています。練習中、会員たちは体を大きく揺らしながら表現豊かに演奏し、クラリネットの柔らかく温かい音色を響かせていました。ここで会員の皆さんにお話を聞いてみました。自分たちの好きなこと、好きな曲を何やりたいっていうようなことから始まって、そして、それに向けていろいろやっているので、それもまた楽しい時間になってます。はい、観客の方にやっぱり恥ずかしくないような演奏はしなきゃいけないなとは思っているんですけど、我々まだまだちょっと練習不足かなというふうに思っているので、これから頑張りたいと思ってます。クラリネットが好きっていう人たちが集まってやっているので、1時間くらいかけて来て1時間くらいかけて帰りますけど、とっても楽しく良い気分で帰ってます。とっても楽しく私たち吹いてるので、まだまだこう不十分な点もあるかもしれないですけど、楽しく吹いてるっていうのを皆さんにも感じていただけたらなと思います。
で今年はですね、米沢でやる時もやっぱゲストさんやっぱり演奏してほしいなということで、アンサンブルレンというグループがあるんです。あのユーフォニアムのアンサンブル、あともう一方米沢吹奏楽愛好会にとても優秀な奏者がおられるので、とその方のオーボエの奏者の方で小沼さん、竹明さんという方にもあのソロで出ていただくというようなことで、いろいろなあの音楽が聴けると思うので、ぜひあの天国の森へあのおいでいただければなというふうに思っております。合奏集団極楽浄土では会員を募集しています。興味のある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。では次です。春の訪れを告げるカタクリの花の観察会がこのほど米沢市の早坂山で開かれました。この観察会は山道の整備などを行っている早坂山歩き隊が企画したものです。この日は市内から28人が参加し、はじめに早坂山歩き隊の日渡し俊彦隊長から山道の歩き方などが説明されました。その後参加者たちは早速万歳の松公園を出発し、そびえ立つ木々や高い場所に咲く春にれの花などを鑑賞しながら、およそ1時間かけて早坂山の中腹付近にあるカタクリの群生地まで歩きました。カタクリはユリ科の植物で、その名前の通りカタクリ粉が取れる植物としても知られ、下向きに紫色の花を大きく広げながら咲く姿が特徴です。参加者は、山道は大変だったが、この時期にしか見られない花を見ることができて本当に良かったと話し、美しいカタクリの花を写真に収めるなどして春の花を堪能していました。米沢市消防団辞令交付式がおととい、沖多摩広域行政事務組合消防本部で行われました。式には各分団長と副分団長、新入団員合わせておよそ30人が出席しました。はじめに承認した分団長4人と副分団長6人に大平光信団長から一人一人辞令書が手渡されました。続いて新入団員の辞令交付と宣誓が行われ、代表して東部地区で消防活動を行う第一分団の阿波隆信さんが宣誓しました。米沢市の地域防災を担うべく、諸先輩方のご指導を仰ぎながら、今後の地域防災に職務を全うすべくここに宣誓いたします。大平団長は、自分の地域は自分で守る、その思いを胸に刻んで今後の消防活動に邁進していってほしいと団員たちに訓示しました。辞令交付式に続いて軽資機材運送車の引き渡し式が行われました。新たに車両が配備されたのは万世地区の第10分団と南原地区の第2分団です。団員たちは車両に搭載された整備の確認、装備の確認などを行い、有事の際に備えていました。では次です。冒頭でも桜の話題をお伝えしましたが、南陽市の烏帽子山公園では今桜がライトアップされ、美しい夜桜を楽しむことができます。現在の烏帽子山公園の様子を見てみましょう。烏帽子山公園にはおよそ25種類、およそ1000本の桜が植えられていて、今年は今月1日に開花し、今満開を迎えています。夜には桜のライトアップが行われていて、美しい夜桜を堪能することができます。こ
ちらにはピンク色の提灯に明かりが灯され、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。今日は天気が良かったこともあり、県内外から多くの花見客が訪れていたようです。また中には海外からの観光客が写真撮影を楽しむ姿もあったということです。このライトアップは5月5日まで行われています。